ね、イノランさん風なアルペジオとかでめっちゃ使えると思いますね。こんにちは、柴田です。今日はですね、めちゃめちゃ音が変わるわけではないんですけれども、これあるといいよっていうエフェクターをですね、ご紹介させていただきたいと思います。こちらの2点になります。こちら青い方がですね、ドーナーっていうのかなのコンプなんですけれども、 Amazon でね、3000円ぐらいで購入しております。これね、実は安かれど侮るなかれという風なエフェクターになっております。でもう一つがですね、メルカリで買ったクローンです。これがですね、非常にいいです。手作り感満載のこの箱もいいんですけれども、音も非常にいいので、ぜひぜひご紹介させていただきたいなと思い、今回鳴らさせていただきます。使うアンプは JC です。設定はフラットな感じにしております。というような感じのがですね、押します。ここフラットにしておきましょうかね。12時です。というふうな感じで、ちょっときらびやかな感じが出てきたと思いませんか。トーンをちょっと上げると乾いた感じになりますね。ちょっと一回戻して、コンプを強めにかけてみます。これはね、イノランさん風なアルペジオとかでめっちゃ使えると思いますね。で続いてこちらのクリーンブースタークローンですね。じゃあまだこんな感じでちょっと軽くだけかけてみますね。こんな感じですね。もう一気に前に出てくるんですよね。これもっと上げると、これが単純にボリュームがブーストされてるっていうのもあるんですけれども、ちょっと強めにかけてみましょうかね。これが歪みますね。きらびやかさを出すには、まあこの辺の位置が一番いいんじゃないかな。ちょっと大げさになりすぎるんで、まあ、これぐらいがいいんでしょうね。一番張りがいいみたいな感じですね。これは昆布みたいに圧縮してるわけじゃなくて、持ち上げてるっていう感じですよね。っていう風な感じになります。
といった感じでですね、侮るなかれのこの2機種ぜひぜひですね、こちらはメルカリチェックです。メルカリでクローンのエフェクターでチェックしてください。こちらは Amazon ですね、安価でいいエフェクター、ぜひぜひチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。